はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、花澤三郎と月島花は交換すべきか話していこう。で、まあ、結論から言っちゃうと、あんまり交換しなくていいなっていう感じかな。まあ、3ターンでこれターンが軽くてめちゃくちゃ強いんだけど、今の環境そんなに使わないのかなと思ってる。で、まあ、耐性ダブル耐性持ってて10強で火力出してウェイモア6持ってるっていうので、まあ、すごい優秀なんだけど、まあ、そんなにいらないかなと思っちゃうな。で、武器がですね、ありますね。武器はウェイと毒耐性プラス、優秀です。まあ、結構優秀なんだけど、まあ、やっぱり毒耐性プラスの武器とか結構あるし、そんなになくていいなと思ってる。で、7ターンで打てる8ターンなんで、まあ、エンハンス、持続するエンハンスあって、ダメージも交換率もあると。だけどちょっとこれは使わないかなっていう感じかな。ちょっとわかんないけど。で、まあこれ、まあ、3ターンで打てるのが優秀かな。それがだけは優秀だと思ってるわ。で、次は月島花。月島花はこれ5枚か、どっちも5枚か。で、まあこっちはね、優秀ですね。まあ、スキブが6個あって、これ回復エルチ持ってるから、スキルブーストプラスプラス振れるんで、スキブ9個にできるって感じかな。なのですごい優秀かなと思ってる。で、6ターンで打てるもろもろ回復して、1ターンの間回復攻撃タイプエンハンスっていう、これも優秀やね。まあスキルが優秀ですね。あの6ターンで打てるこういう感じのエンハンス持ってるやつがあれですね、ホワイトベースか、これですね。このホワイトベースが6ターンで打てる回復マシンタイプ攻撃 1.5 ともろもろ回復するっていうので、まあ結構使われてたんで、まあやっぱりどっちも強いと思うけど、この月島花は結構こっちがいいかな。こっちが一番使われると思ってるんで、まあこっち交換するんだったらこっちかなと思ってる。まあ、このスキル目当てで使うかなっていう感じかな。で、武器が、スキブお邪魔耐性プラスで10ターンで打てる盤面76マスか。あ、結構優秀だけど、でも使わないかな、あんまり使わないかもしんないなと思っちゃう。まあ、今のところ、まあ、スキブともろもろ回復できる武器とか結構あるし、まあ、この子がいるいないと代用が効かないとかは結構ないんで、多分ね、ないんで、あんまり使わないのかなっていう感じかな。まあ、でもこの母体がいいね。母体のキャラめちゃくちゃ強いと思ってる。このスキル優秀ですねと思ってるわ。まあ、リーダースキルは使わんかって感じ。やっぱこの黒メダル5枚で交換するキャラ、明日からですね、この花木グリコサブロックサンタ、このサブロックサンタさんが、まあ、交換できるようになるんで、明日から、まあ、こっちを交換するべきかなと思ってる。まあ、こっちかな、絶対。まあ黒メダル5枚使うんだとしたら、こっちを交換しようって感じかなと思ってるわ。よし、終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあね。